自分の雑誌で字が自賛してますけど今ちょっとね一瞬回線が切れちゃったみたいですね。ちょっとお待ちよ。うおー、いきなり来た。いきなり来ましたね。インタビューの下りからもう一回行きましょうか。あ、そうですね、はい、すいません、あのちょっと配信がちょっと切れてしまいましてですね、ちょっと本日回線がちょっと、若干電波状況あんまり良くないんで、はい、よろしくないみたいですね。できるだけ頑張ってとにかく2時間中継していきますんで。これあれなんですよ、秘書、2時間どころじゃないんですよ。あ、2時間じゃないんですか。夕方6時までなんで。あ、6時までしたっけ。5時間ほどこちらでもこれがライブペインディングされるみたいですよ。すごいすごいですね。今からここで、はい、あ、じゃあ何やるか、メイン司会の、あ、そうですね、矢部慎太郎さんから、はい、本日はですねこちら千秋小原さんのライブペインティングということで、こちら DMO アーツさんの3階でですね、こちら後ろにありますカンバスに、大阪ステーションシティの伊勢丹の3階ですね、はい、3階ですね、はい、はい、そちらの方で、大阪三越伊勢丹の3階です、ペインティングを行うということをですね、はい、これから行うと思っております。ではまずですね、こちら、アーティストの、千秋小原さんの今回の企画をですね、個展の企画をしている DMO アーツの谷口さんにちょっとお話を伺います、はい、したんですけど、よろしいですか。谷口さんです。はい、皆さんこんにちは、谷口です。どうも谷口さんです。こちらの方ですね、よろしくお願いします。ね、谷口さんといえばその千秋小原さんのもう育ての親と言っても過言ではないぐらいね。いや、育ってないですけどねプロデュースされてると思いますけども、はい、うち事業してましてです、はい、今回のその個展についてどういった内容なのか教えていただいてよろしいですか。去年初個展をありまして大人気でございました。その後、はい、韓国回って東京アートフェアに回って、待望の2回目ということで、待望の2回目、これでは前回のその個展から何年ぶりに。1年ぶりですね。1年ぶりになるんですよね、はい、これ編集さっきご覧になられたんですよね。はい、今回はフィギュアが、前にも一品あったんですよね、フィギュア。あ、でかいのがね、ええ、はい、で今回はすごくもう完成度の高いやつが、あ、全部で6体限定ですか。いや、28体あ、28体あるか。まだできてないですけど。あ、できてない、まだ、はいはい、順次作ってます。28体ここでしか買えないっていう、はい、てか28体しかないっていう。そうですよね、すごい売りそうですね。あれちょっとフィギュアね、また見てもらいたいですけどね。ぜひご覧いただきます、ええ、はい、大体1体おいくらぐらいでしたっけ。税別10万円です。はい、これもちろん編集長もね、1台2台買われて、もう5体ぐらいはね5体買われて、そうですね、ご自宅に飾っていただいてということでね、はい、あとその他その千秋小原さんの絵も購入できるんですよね。もちろんです、はい、はい、ただもうどんどん売れてますので、はい、なかなか残り少なくなってます。お教えくださいね。僕もさっき見させていただいたんですけどね、ハンバーガーのすごい可愛らしいね、はい、ヤムさん買わなきゃダメですよ。あれもすごいね、もうすぐ売れちゃったんですよね。売れちゃったんです、はい、申し訳ございません、ね、昨日売れました、ね、だからもう、ね、そう、欲しい方もぜひねすぐ来ていただいて、はい、いい絵あるのは、はい、早いうちでいいです。はい、であちらの個展は、何月何日から何月何日までですか。今週の水曜日から始まってまして、はい、7月24日まで。24日まであると。はい、始まってますんで、はい、開催中ですよね。絶賛開催中でございます。はい、はい、なんで、ね、ぜひこちらも来ていただければなと思います。お願いいたします。では早速、千秋小原さんにちょっと登場いただきましょうかね。そうですね、もうスタンバイできてますので。完全に向こうで喋ってます。もうお客さんと盛り上がってますけどね。千秋さん。どうぞ。すいません。はい。なんかもらえただけ。差し入れをね、いただきました。どうもアーティストの千秋小原さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。で今ですね、こちらカメラの方でユーストリームとニコニコ生放送の方で今中継しているんですけども、はい、今ちょっと見てはるファンの方に何か一言メッセージをお願いしてもよろしいですか。今日ライブ…これ通ってますか。あ、これ通ってます。大丈夫です。はい、今日ライブペイント、今からするんですけども、はい、なんかあんま決まってないんですよ、正直。あ、その何を描くかを決めていない。どうしよう、はい、助けてくださいこれってその毎回ライブペインティングってされる時でテーマとかは決めないで描き始める時が、ね、決めたりするんですけど、ある程度決めたりするんですけど、はい、今回は何かどうしようと思っているんです。なんか女と、はい、いつもね、すごい特徴的な女の子のね、イラスト描かれますけども、はい、女の子となんか動物を描こうかと思ってて。あ、女の子と動物を描かれる、うんうん、はい、もしなんかリクエストがあれば。あ、じゃあそういうのもね、うん、ちょっとぜひ募集したいですね。ちなみに編集長何が。あ、動物ですか。僕はウサギですね。あ、描きます、描きます。バニーを。バニー、はい、バニー描きます。ちなみにですね、こちら大阪三越伊勢丹3階のディグミアウト横のスペースですけども、今もすでにたくさん見に来ていらっしゃるからいらっしゃいますけども、はい、ここは皆さん自由に見に来れますんで、はいはい、今ここまあユーストリームとかニコニコ見てほしいんですけど、本物が見たいって人は、はい、来ていただける。6時ぐらいまでは描いてる、はい、ということですんで、6時頃には完成する予定ですよね。もちろん、もちろん。で、その時ね、いろいろこう注文もここから、うん、こんなのどうみたいな声もかけれますから、はい、そうなんですよ。絵に参加できますんで、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします、はい。
はい、じゃあ、まあテーマもねこれからちょっと書きながら決めつつあるということでね、はい、書いていただければと思いますのでね、はいはい、これ今手元に持ってるのはこれ iPod だと思うんですけど、はい、いつも音楽か何か聞かれながら書くんですか？はい、そうなんです。音楽は結構ランダムにいろんなのを聞いてて、例えば Perfume とか、ゆきちゃんも聞くし、誰ですか、ゆきちゃん、あ、ゆきちゃん、はい、相対性理論とか、相対性理論も聞いて結構何でもランダムに聞いてます。いいですね、ちょっとテクノポップな感じでね、はい、書かれるということでね。わかりました。ではよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。どうぞどうぞ書いてください。ではね、はい、この後ライフペインティングがいよいよ始まるということなんですけども、はい、イベントの模様はこのカメラの方で、ね、はい、ずっと中継をするということですよね。はい、で、夕方の6時頃には6時ぐらいにはいよいよ完成しますんでね、はい、ぜひ、まあ、そのご自宅の PC ですとかね、はい、スマートフォンで見ていただければなと思います。はい、まあ気楽に見れる時に見ていただければ。そうですね、6時間もずっと見てるとなかなか大変だと思います。大変ですからね、はい、だんだん完成していくのがちょっと面白いですよね。はい、あとこちら、三越伊勢丹さんの3階の DMO アーツさんではもう生で、はい、生でどんどん来れますんで、ね、はい、これも見るのは全部無料ですから、ね、ぜひ見に来てください。見に来てくださいね。おその後ぜひ個展も。ライターの三好さんが来てますね。お疲れ様でございます。別にカメラ回してませんけどありがとうございます。はい、はい、ですね。じゃあ皆さん、はい、関西岡 TV をこの後もお楽しみください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、メイン MC 薮慎太郎でしたと、玉木編集でした。どうもありがとうございました。やって言ってくれた。いや、もちろんですよ。ありがとうございました。どうもありがとうございます。
そうです、緊張してるから髪が伸びる、忘れてた、これ何で貼ろう、
えー、すごい。よし、こんなもんかな。おー、すでにちょっとアートですね。可愛いですね。ね、その上に書いちゃうんですか。そう。あんまりみんなのやつ意味あるんですかね。でも意味が出てくるんですね。意味出てくれますよ。ちょっと透けて出てくるんです。そうそう、すべてみんなの。オッケー。ね、これもいけそうだな。
っぽくないかもしれないけど大丈夫ですか？いいっすね。これです。あとはあとは？クマいいね。クマやばい。クマはやっぱりでかくないといけないので、クマはここだね。Thank you.
人財産とかできたなって。いやいやいや。みんなで分けないと。入ることに変わりますもんね。これちょっと公式でちょっと詰めるかな。今手紙というんですか。これちょっと作業分かります。もうやっぱりちょっと確かに今まで。違いない。